の殺意って感じ。かわしたか小賢しい、せい。おい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 、てきりり、はっ、せいや、とりゃ。キャーキャーキャー。おいおい、いい加減にしろ。掃除したばかりだってのに。え？大丈夫？ちょっと調子に乗りすぎたみたいだね。ごめんね。あれ？ダメだよ、しばらく横になってないと。今何時くらいだ？深夜の2時くらいかな。あるわ。ふてくされて先に寝ちゃったよ。戦う人でしょ。まさか知って。傷だらけだったよ、クロウの体。それもどれもまだ新しい傷。クロウは今も戦っている。ま、正義の味方の真似事って言ったところだ。なんで？ん？なんで
クロウは戦っているの？なんでって、そうだな、そりゃやれることやらないと後味悪いからかな。後味悪い？ほら、エドが出るようなゲス野郎が好き勝手暴れてるのってすげえムカつくだろ。そりゃね、ピンチでヤバそうなやつを放っておくのもなんだか気が引けるし、要するにそういうことだよ。よくわからない。そのさ、自分に何とかできるんなら何とかしたいっつうのが人情なんでないの？それだけ？それだけだな。さすがに世界中の人間全部救うとか、この世の全ての不幸をなくすってのは無理だ。こちとら神様じゃない、手に余る。そうじゃなくて、そんな後味が悪いって理由だけでどうして戦うことができるの？いや、だから。クロウ、傷だらけだよ。いっぱいいっぱい痛い思いをしたんでしょ？それなのに、そんな曖昧な理由で、どうしてそんなに戦うの？そんなもんなんじゃねえの？え？人間って結構そんな理由になってない理由で動いたりするもんじゃないのかな。そうかな。ボクサーになんで戦うのって聞いたって、勝ちたいからとしか返ってこないと思うぞ。あえて言うなら、そうすると自分が気持ちいいからかな。少なくとも俺は。結局はてめえ勝手な理由なんだよ。だから全然大したもんじゃねえ。もし全部無駄だとしたら？ん？もしもね、未来を知ることができて、それでどんなに必死に戦ったって誰も救えない、救われない、全部無駄なことだって分かったらどうする？それでもまだ戦える？じゃあさ、全部無駄だったとしてだ、それで
何もしないでいられるかな。何もしないで我慢できるのかな。俺には無理っぽいな。大体さ、戦っている時はみんな必死だからさ、そんなこと気にしている余裕なんてねえよ。さ、もう遅いから寝ようぜ、エンネア。後味悪い。誰にその呼び方をされる筋合いはない。なれ、苦労にするよって何を考えておる。別に何も。とぼけるな。慣れからは良くないものの気配がする。正体までは探れぬが、苦労に害をなすというならばこの場で。そんなつもりはないよ。それだけ。ナレ、記憶が。終わり終わり。夜更かしは美貌の天敵だよ。じゃあ、おやすみ。娘は分からん。テケリリ。Thank you.
テキリリそこ発音が違う。正しくはこうだ。いや、無理だっつーの。ララララ、私は可愛い若奥様、ね、けりりそこ、不愉快な歌を作詞作曲合唱するでない。ほら、狭いし。大丈夫だよ、エンネアと抱き合って寝れば。何をたわけたことを抜かしておるか、なれば。あんた、クロウを虐待している冷血女は黙ってろなの。いや、だから、ちょっと待て。クロウ、そのような粗末なソファーで眠ることなどない。近くに寄れ。特別にこのショゴスベッドを使わせてやる。だが、勘違いするな。別に一緒に寝るからといって、やましいことなど。お前も何血迷ってるんだよ。てけりりん。いや、手招きされても。早く来い。テケリリ、遠慮しとく。な、何が気に入らない。テケリリ、純粋に怖えんだよ。イエイエイ、振られた振られた。ぬぬぬぬ、待て、お前、何殺気だって。クロウの大月くらI can't believe it.
かったっつーの。連れて行く、連れて行くから。やったまったく。慣れというやつは心底女に甘い。早すぎるっての。こっちのペースにも合わせてくれ。うす。ある。今日は見ての通り人が多いんだからな。あんましエンネアと派手にやらかすんじゃねえぞ。知るか。ばあばあ、遅いと置いてっちゃうぞ。うん。ダメ、バタン。なんてタフな小娘だ。ああ、二
体力ないなぁ。しょうがないなぁ。少し休む？